ローンチカスタマーとは航空機メーカーに対して新たな航空機についてメーカーに製造開発を踏み切らせるだけの十分な規模の発注を行い、その新型機製造計画を立ち上げる後ろ盾となる顧客のことを指す。中堅から大手の航空会社がローンチカスタマーとなることが一般的で一社で数機数十機もの大量発注を行い、 単独でローンチカスタマーになることもあれば、2社以上が共同で発注することである程度の数を確保することにより、複数の航空会社が同時にローンチカスタマーになる場合もある。一般的には、全社が多いが、高価で大量発注が難しいエアバス A380 やボーイング747から8などの超大型機は2社がローンチカスタマーになった。同じ機種でも、 タイプごとにローンチカスタマーが異なることも少なくない。キックオフカスタマーと呼ばれることもある。なお、ローンチカスタマーとなった航空会社は新型航空機の設計に大きく関与する権利を得る。ローンチカスタマーはメーカーに製造開発を踏み切らせるだけの十分な規模の発注を行うものであるが、これは1960年代頃から航空機の高性能化や 人件費の高騰により、開発費が大幅に増加したことが原因である。メーカーにとっては、実機の開発に移るまでは設計者と図面だけであるため、対して費用はかからないが、いざ開発、生産に入れば、特に民間機は、旅客の命や貨物を預かる必要が発生する。ことから安全性が最優先され、さらに高い居住性を確保する必要も発生する。 その分高い技術を必要とすることから、一機種で数千万から数億ドル単位の凄まじい開発費がかかってしまう。そうして完成した機体がエアラインのニーズに見合わずに売れなければ、生産者にとって開発費がそのまま多額の負債となり、大幅なリストラクチャリングを迫られるか倒産の浮き目に合うことになる。実際に多額の費用をかけて開発した旅客機が、 販売不振であったために事業を撤退したロッキード社や買収や吸収合併で会社が消滅したコンベア社やマクドネルダグラス社などの例もある。そこで新型機の構想段階で航空会社に需要などを打診するとともに受注を要請し実際にどの程度のニーズがあるのか見極める手法として始められた。仮に 航空会社から実際に一定規模の需要があれば、その後の発注も見込め採算に乗ることが期待できることから、その時点で開発製造を決定する。現在ではほぼ全ての中、大型機でこの開発手法が取られている。大手に大航空機メーカー、ボーイング社とエアバス社を筆頭に、主要メーカーの機種におけるローンチカスタマーを例に挙げてみる。ありがとうございます。